これが2球目。低めに外れてボール。さあ3球目は何か。低めは外れました。次のボールはバッターの裏をかかないと危ないですよ。なるほど。さあ何を選択してくるか。まあこのカウントは狙ってくるタイプのバッター相手にはより厳しいところに決めたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。打ちました。グラブが届いた。アウト。これぞプロというようなプレー。いい動きでした。西さんいかがですか。まあこれね、日頃からのね練習の姿勢がね集約されたプレーですよ。見事なダイビングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。いやナイスプレーでしたね。バッターは4番山川。先ほどの打席で押し出しのフォアボールを選んでいます。ツーアウトランナーありません。さあ初球は何か。初球空振りです。体に近いところ。早いボール膝元決まってストライク。ワンボールツーストライク。高めのボール打ちました。打球はセンターへ。最後はセンターフライ。掴んで3アウトです。反撃したいライオンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。6対3、日本ハムファイターズがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、ファイターズの攻撃に入ります。西さん、打線がつながっている時というのはやはり自分もその流れに乗っていけるものなんですか。いやもちろんですね。こういう時こそね、回路の外にはなりたくないですからね。そうですよね。その流れに乗ったバッティングを見てみたいと思います。最初は変化球できました。ボールになります。さあ2球目は何か。あそこに決められたらお手上げですね。次が3球目。切れてますね。確かにキレがいいように感じますね。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。緩いボールを持ってきました。打ちました。これはどうか。セカンドの右抜ける。これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは1番清宮。先ほどの打席でヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球空振りです。まあ向こうは閉鎖線を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。そうですね。3球目は何で来るか。さあ追い込まれてしまいました。まあ、次はボール気味に来るでしょうね。外に逃げるボールを引っ掛けないようにしたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。
った取った二塁を送ります。セカンドフォースアウト、ワンアウトランナー一塁となりました。さあ50番一塁には追加点のランナーです。バッターボックスには渡辺、まあここは送っておいていいんじゃないでしょうかね。なるほど、そうですか。まずはアウトコース、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。ここはゲッツー体制のままですね。バントには備えませんね。そのようです。低め、三振、ツーアウトになっています。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。最初は変化球持ってきました。ストライクです。まあ、ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。インハイ決まります。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打ちました。わずかに左に切れました。ファールボール、変化球空振り、3アウトチェンジ。ランナー出ましたがファイターズ得点には至りませんでした。7回終わって6対3、日本ハムファイターズがリードしています。これから8回ライオンズの攻撃です。一方ファイターズはピッチャーが変わります。石川が3番手としてコールされています。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。さあマウンドに上がったのは石川、今シーズン4試合目の登板です。初球空振りです。次が2球目、危ない球です。これが3球目、高め大きく外れました。これが4球目、この球は外れています。まあ、ここはバッターが打ち気かどうかの見極めがポイントですね。なるほど、そうですか。ファウルになります。お気をつけください。打ちました。これはどうか。この打球は落ちるか。どうだ。バッターボックス中村、まずはワンアウトを取っています。初球ボール、
ました。これはどうだ、ヒットになった。中村、今日の初ヒットがここで出ました。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスには7番メヒア。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。ボテボテ、ファーストが前に出る。一塁そのまま入ってアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。さあそしてバッターボックスには外崎が入ります。さあツーアウトにはなりましたが、得点圏にランナーを背負った場面です。まあここを抑えて反撃の目をしっかり積むことですね。なるほど、そうですよね。変化球を見極めます。2球目は何で来るか。外角高めへのストライク。低めへのストライク。ワンボールツーストライクです。これは見送ってボール。体に近いところ。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。空振り三振。ここは投げ勝ちました。なんとかここは抑え切りました。ご覧いただきましょう。最後は得意玉で空振り三振です。そうですね、バッターのタイミングを完全に外しましたよね。ランナー出ましたがライオンズ得点はありませんでした。6対3、日本ハムファイターズがリードしています。8回の裏ファイターズの攻撃です。そしてライオンズはピッチャーが変わります。背番号23野田、3番手としてマウンドに上がります。さあマウンドを任されたのは野田、今シーズン初登板です。初球は何で来るか。手が滑ったでしょうか。これが2球目。ファウルになります。今のファウルの感じだとタイミング合ってないですから、他の球種を狙っていたかもしれませんね。打ちました。セカンドが取る。アウト、ワンアウト。今日は守備で交代してそのまま出場している石井。野田、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド外れます。ボールになります。ボール先行です。まあ、次は狙っているボールだけを打っていけばいいですね。なるほど、そうですか。さあ4球目は何か。痛烈、これは一塁塁間を破る。これがプロ入り初ヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。2番バッター太田、今日は盗塁を決めています。ヒットでランナーを一塁に置いています。まず何を投げてくるか。内から入りました。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。
ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。インハイ決まっています。次が4球目、切れていきます、ファウル。さあ5球目は何か。インサイド落ちました。これはどうだ、ヒットになった。これで3試合連続のマルチヒット。